不老不死は辛すぎる。このボスキャラってもう何千年も生きてるんだって。不老不死ってやつだね。不老不死って何？どれだけ年を取っても老けないし死なないってこと。それってすごいの？すごいよ。じゃあなってみる？もしも不老不死になったら、じゃ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 、これをつけるとその瞬間から年を取らなくなるんだ。何この機械、色がすごいんだけど本当に大丈夫なんだよね。疑うなんてひどいな。僕が大丈夫じゃないもの出したことあった？いっぱいあったでしょ。まあまあまあ、さささ、急にめまいが。成長が止まる。ここは本当に不老不死になったのかな。ルイ起きたんだ。おはよう。大変だ、学校に遅刻しちゃう。もうルイ、学校なんか行かなくていいんだよ。ほらこの通り、寝ている間に10年経ってるんだから。すごいよ、僕たち大人になってる年のはずなのに姿は中学生のままだ。さてルイも学校行かなくていいわけだし、一緒にゲームやろうよ。当然中身も成長しないままだね。ずっと遊び続けられる。ゲームは面白いな。いつまでも遊びまくれちゃうね。ねえねえルイ、今度新しいゲーム機出るみたいだよ。へえ、脳波で直接動かせるんだ。頭の中に直接映像が飛び込んでくるらしいよ。目が見えない人や体が動かない人でも遊べるね。すごい。今度のゲーム機はすごいよ。惑星間テレパシー通信でどんな星の人とでもおしゃべりしながら遊べるんだ。すごいな。ルイ、不老不死になってよかったね。本当だよ、不老不死になってなかったらこんな最先端技術のゲームを遊ぶ前に死んでたもん。一人ぼっちになる？いやー、こうして何百年もずっと一緒に遊べて楽しいな。不老不死万歳。そうだね。あー、でもみんな先に死んじゃったな、家族も友達も。あ、でも僕にはペケッツがいるからね、寂しくは。終わり。ペケッツ、ペケッツ、なんだか気持ち悪いよ。もしかしてこれは僕だけ不老不死の効果が薄かったのかも。え、じゃあペケッツだけ不老不死じゃなかったってこと？ペケッツ大丈夫？心配かけてごめんね。いやだよ、ペケッツ行かないで。ペケッツがいなくなったら僕は誰と遊んだらいいの？また一緒に遊ぼうね、バイバイ。ペケッツ！肌の寝不足ですね。ゲームのしすぎじゃないですか？おい、僕の涙を返せ！人類が滅びても生き続ける！はぁ、人類が滅びたのって何千年前だったかな。1億年前くらいじゃなかったっけ。まさか人類が滅んだ後はカエルが地球の支配者になるなんて誰も想像しなかっただろうな。何百年ぶりに飲んだよ、美味しい。太陽が接近して水が全部蒸発しちゃったからね。カエルが滅んで次の支配者のシシャモも滅んで、次は何の生き物が支配者になるかな。気温200度だからもう生き物自体滅んじゃうかもね。不老不死でも楽しめるものや文明がないと退屈だな。僕たち何のために生きてるんだろう。太陽、ずいぶん大きくなったな。膨張した太陽が地球を飲み込んで、地球は消える。何年後かわからないけど。いくら不老不死でも、そうなったら細胞一つ残らず消滅しちゃうね。そうだね。でももう僕は、生きることに疲れたよ。消滅するなら本望さ。ああ、僕はいつ死ねるんだろう。そしてまた数億年後。ああ、暇すぎるよ。ペケッツ、ついに完成させたよ。名付けて、永遠やめたヘルメット。わー、ルイすっごい。もう宇宙で一番賢いんじゃない？もう何億年も研究した、たくさん勉強したのも全部これを作るためだよ。これを使えばきっとヘルメットを使う前の時代、記憶に戻れる。行くよ。あれ、昼寝してたっけ。あれ、なんだろうこのヘルメット。うわ、永遠ヘルメットだ。なにそれ。不老不死になれるヘルメットだよ。不老不死、すごい、なってみたい。あ、でもなんか嫌な予感がするからやめとくよ。そう、変なルイ。まあ、いっか、ゲームやる。
チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわけないよね。ちゃんとお願いしようよ。お願い。